はい、皆さんこんにちは、ウェビックの楠山です。今回はアライヘルメットの VZ ラムのご紹介をします。従来モデル SZ ラム4、これは大ヒットロングランモデルですね。 SZ シリーズが出たのが約30年前、そこから30年ずっと SZ シリーズというのがアライの基幹モデルとなっていましたが、新たに名前も変えてフルチェンジを行った新モデル、この違いについて6つのポイントに分けてご説明します。はい、新しい VZ の進化その1、安全性の向上です。従来の SZ ラム4と比べてバス Z という新しいシールドシステムを採用した VZ ラムはシールドベースの高さを約14ミリ下まで下げることに成功しました。これによってアライヘルメットが提唱する丸く滑らかで、衝撃をかわすヘルメットの防体がさらに広い範囲で有効保護面積を広げることに成功しました。進化その2、空力とベンチレーションの進化です。従来型のディフューザータイプ10、そして新しくなりましたディフューザータイプ12になりました。お分かりになるかもしれませんけれども、まずディフューザーの鋼端の長さが20ミリほど長くなりました。そして、ここにエアロフィンという後ろにフラップがついているんですが、これは乱気流を防ぐためのフラップになるんですが、ライディングポジションを取った時のフラップの角度がほぼ水平になりました。これは従来モデルよりもだいぶ角度が起きている形になります。これによってヘルメット後方の乱気流を抑えることができました。でまた、ディフューザーの面積や角度を最適化することによって、ここのベンチレーションの空気の、ベンチレーションの量がですね、ラム4に比べて約 19% もアップしたということで、もう2割涼しいヘルメットといっても過言ではございません。進化その3、防体の進化です。新しい VZ ラムの防体は PBCLC スクエアという最新の防体を使っています。この素材はアライのフラッグシップモデル RX7X と同じ防体になっています。でこれは、高度な技術を持った、クラフトマンが一個一個丁寧に手組みでですね、この防体を作り上げていきます。これによって強さと軽さと粘りを兼ね備えて、さらに従来の防体よりも、防体単体では30から 40g の軽量化にも成功したという素晴らしいモデルです。はい、進化その4、内装も進化しました。従来モデルと比べて新しい、VZ ラムはですね、エコピュアの内装を使っています。これは RX7X でも採用された、抗菌、消臭、防音効果のある内装を使っています。快適な内装になっています。また表皮がですね、これ、両方かぶり比べたんですが、こちら新しい方がですね、非常に柔らかい当たりになっていることと、それから、各パッドの最適化によって全体を優しく包み込むような形で、特にどこかが強く当たるとか締め付けるということもなくですね、バランスの非常に取れた内装の設計になっています。であと特筆すべきところとしてはイヤーパッドですね。ここは非常に大きく進化したと思います。従来のモデルと比べてですね、まずはこのイヤーパッドの内側にヘルメットスピーカー、インカムのスピーカーを貼り付けるための樹脂の台座が備えています。でこれによって簡単に位置調整貼り付けができまして、インカムの取り付けが非常に楽になっています。それからイヤーパッド、これを取り外しも簡単なんですけども、取り外してですね、ウレタンでもちろん厚さの調節もできるんですが、メガネの、ライダーの方多いと思いますけども、メガネのつるに対応するためにスポンジの一箇所に切り込みが入っていまして、メガネを装着する方についてはそのスポンジを切り取ってまた内装をはめてもらうことによって、ちょうどメガネのつるのところがイヤーパッドが裂ける形になっていて、こう装着が非常に楽で圧迫や変形もしないということで、細かなところにも気配りしながら大幅に進化したのが内装です。進化その5、シールドシステムの進化です。有効保護範囲の拡大を図るために全く新しいバス Z のシールドシステムを採用しました。これによって加圧性能を拡大したとともに、それ以外にもやはり進化しています。開閉は簡単なんですが、ここがですね、二次曲線ダブルピボットということで少し前に出ながら開くということで、まずですね、ピンロックシート、これが使えるようになりました。それからですね、シールドベースの脱着も非常に簡単になりました。前回の状態でここに出てくるノブをパチンパチンと起こすだけでシールドが外れます。シールドの交換装着に関してもガイドラインに合わせてですね、シールドベースをあてがって軽く押すだけで、これで開閉チェックをすればもう簡単です。掃除をするですとかそういったところでの交換とか取り外しということがありますので、その際には非常にこの簡単な脱着システムというのは非常にこの商品の価値を高めるものかなと私は思います。進化その6、シールドです。標準のアームをこのバス V プロシェードアームへ交換することによってプロシェードスタイルに変化します。ご覧の通りですね、もう説明はいらないと思います。これも従来のアライのモデルから好評だったプロシェードシステムをジェットヘルにも採用しました。日中の日差しが強い時、それからこれを開けた時には清流効果、そして夜はシェードを開けた状態でクリアな視界を保つことによって昼夜問わず安全で快適なライディングが可能になります。はい、いかがだったでしょうか。
このアライの従来モデル SZ ラム4もですね、非常にもう完成度の高いものでロングセラーで大ヒットモデルでした。もうここから進化することはないんじゃないかなと思っていましたが、そこでもアライは満を持してですね出してきました VZ ラム、このシールドの進化、それから防滞の進化、特に私はこの内装の進化というところに感銘を受けました。快適で、特にロングツーリングも含めてですね、安全性を損なわない中でですね、快適性をどこまで高められるか、そして、この風、それから抜け、それから内装、それからインカムですね、こういった部分にも、全て対応していて、もうそこからさらにエボリューション、進化したと言っても過言ではないと思います。アライヘルメットが長年使ってきた SZ という名前をある意味捨てて、VZ ですね、新しいバスシールドのための VZ という名前に変えたということが、アライヘルメットの本気を伺える新しいジェットヘルのですね、基本モデル、そしてフラッグシップモデルとなるんではないでしょうか。